ちょっと何突っかかってんの？もしかして悔しいわけ？うっせえな。あ、行っちゃった。なんなの、もう。なんか今の順平の話の流れのせいかもしれないけど、左のポスターのお金がなくても大丈夫がお前がいなくても大丈夫に見えた。ポスターにまで順平煽られてんじゃんと思って。はい、皆さんこんにちは。なんかこの鬼太郎決め顔をしてるみたいでちょっと面白くなっている達也です。なんかさ、朝支度して外出るときに鏡見て俺かっこいいみたいな、なんかそんな顔してないこれ。ということで、今日はね、なんかこの選択肢、そうそう、初見の時にはなんかすっごい何度も繰り返した気がするんだけど、確かこれ全部下選んでた気がする。どうでもいいか。決め顔やめた。バスルームから水の音がする。水温狂楽せよ。あ、そうそう、これこれ。脳裏に不思議な言葉がよぎる。我汝が心の声なり。うん、てかこの声はあれだな、あの声だな。今を狂楽せよ。見えざるものは幻、形ある今だけが真実。うん、そう、ここも決め台詞よ。うん、どうでもいい。だんだん意識がぼやけてきた。だが自分にはまだやるべきことがあったはずだ。なぜに抗う。真実から目を背けてはならない。我汝が心の声なり。ずっと語りかけてくる。今を狂楽せよ。狂楽って最近覚えたんだろうな、きっと。ずっと使ってる。見えざるものは幻、形ある今だけが真実。あ、なにこれ、あれ間違えてる。あ、これどうでもいいじゃん。そんなことはね、否定、なんかずっと否定してた気がするんだよな。そんなことはない。未来など幻想。うん、記憶など虚構。はい、欲するまま束縛から。なんか前に進んだっぽいぞ。何時それ望むものなり。うん、なんだかわからない、勝手に決めるな。そうかもしれない。そう、反抗しよう。勝手に決めるな。何時真に求むるは快楽なり。何時今まさに快楽の扉の前にあり。本心に耳を傾けよ。何時狂楽せよ。惑わされるな、鬼太郎。うん、そう遠慮してけ。そう、否定よ。否定、意識がはっきりしてたよ。しゃあ、何かに正気を乱されていたようだ。あ、お、来た。シャワーの水温が止んだ。さあ、ゆかりっちご対面。あっと、普通に、あれ、私普通に出てきたな。もうちょっとこう恥ずかしがるとかあるじゃん。てかこれ、よく見たらバスルームなんか透けてない、これ左側。あ、もう鬼太郎見てたな。あ、なるほど、冒頭のあの表情は決め顔じゃなくてもう薄めで見てたんだ。変態。えなんで。かわいそう。ゆかりも正気を失っていたようだ。よかった、やっと通じた。二人とも聞こえますか？聞こえます。うん、聞こえる。フォローが遅れてごめんなさい。シャドウの精神攻撃のせいで呼びかけが届かなくて。飛ばされたのもシャドウの仕業です。うん、おかげでみんな分断されてて、敵の位置はさっきと同じ部屋です。急いでもう一度集合してください。はい、とりあえずゆかりっちは服着ようね。ゆかりちゃん、聞こえてる？あ、今ちょっとそっとしておいた方が。わかってる、聞こえてる。めっちゃブチ切れてんじゃん。何かあったの？いやいや、何もなかったよ。うん、いいの？あ、早いな。ほら、さっさと行くよ。はい。行ったら絶好だから、ね。とりあえず謝ってもらっていい？ビンタしたの？そこからなんだけど話は。ごめんなさい、
もう一体いるなんて予想できませんでした。しかもこれは建物内に結界を張られて、このままでは手出しできません。さっき閉じ込められたのも全部そいつのせいってことね。こちらで解く方法を探ってみます。皆様2階で合流してください。よし、じゃあ合流するか。なんかここまたギミック確かあったよね。よ、お、アキヒコ、下にいたのか。そっちの2人もなんかいろいろあったのかな。まさかもう1体いたとはな。そういえばお前たち、なんともなかったか。うん、え、そっちは？ああ、何もない。あるわけがないだろう。あったのかな。あの、もしかしてこれ。わかりました、鏡です。客室にある鏡から本体と共鳴するような反応があります。その鏡を壊すことができれば結界が解けるかもしれません。よし、なるほど。それでどの部屋にある鏡だ。はい、204号室と205号室のあたりから反応が感じられます。まずは向かってみてください。4と5ね。こんななんか、あれ、うん、こんな丁寧に教えてくれてたっけ。なんか俺一つ一つちゃんと見に行った気がするんだけどさ。まあ前回の動画のやつと同じように鏡に映らないところを見に行くと。ん？落とし物。心フレッシュ。あ、うん、ありがとう。そう、あ、これはでも映ってるもんね。だからこれは違うんだよ。そう、だから204と205じゃなくて、まあどっちかってことだと思うんだけど、こっちよこっち。うん、20が返して。落とし物がないですか。ないね。よし、はい、映らない、怪しい、いてい。あったね、鏡。これを壊せばいいんでしょ。ふん、バーキョの顔を剥がしてやる。ごめんなさい。ま、待ってください。反応が近いのは確かですが、その鏡かどうかまでは。一応もう一つの部屋も確認してもらえますか。そうだね、また変なことされたら困るし、ちゃんと見てからにしよっか。うん、え、よし、ん、二度手間。行ってきます。はいはい、来ましたよ。あった鏡。あれ、これさっきのと違うような。そうか、俺には全く同じに見えるか。うん、あ、結構鈍すぎるだろ。その眼鏡外せ。何か気づいたか、しおみ。うん、人の姿だけが。これ、あ、そうだ、そういうことか。あちらの部屋の鏡には俺たちの姿が映っていなかった。そう、さっきの部屋で見た鏡、人だけが映らない鏡なんて絶対怪しいよね。きっとこの部屋の鏡は普通の鏡なんじゃないかな。だから205号室をもう一度見に行ってみない。だから言ったじゃん。もう行ってきます。よし。てかさ、ポータブルの時こんななんか分かりやすい案内なかったよね。なんか俺の記憶だと、とりあえずなんか全部の部屋調べてとか言われて、なんか、うん、普通に鏡割ってた気がする。映ってる鏡を。よし、こっち。やっぱり映ってないね。割ってみる。割ろう。いいぞ。やっぱりこれでシャドウのところまで。ダメです、結界に変化ありません。どうして、もう一枚なかったっけ。慌てるな、同じような反応が他にないか。3階の鏡からも反応が。そっちも壊せばいいってことね。うか、どの部屋かわかる。ごめんなさい、本体の反応に紛れてそこまでは。じゃあ行って探してみるしかないね。姿の映らない鏡、お願いします。3階のどこかの部屋にあるはずです。よっしゃ、じゃあ探してくるか。あった、映らない鏡。なんかさ、ちょっと覚えてて、この奥っての覚えたから一目散にここに来たんだけどさ、他の部屋ってらアイテムとか落ちてんのかな。まあいっか。よし、行け、割れ、この鏡を割ろうか。いったれい。よっしゃ、反応の消滅を確認しました。今ので結界が解けたようです。これでターゲットの部屋に入れるわけだな。思ったより時間を取られた。すぐに向かうぞ。よっしゃ、行こう。この先に本体がいます。準備はいいですか。大丈夫だ。よいた。こいつのせいでな。とりあえずピンタしたことは絶対謝ってもらうからね、ゆかりっち。乙女の心をもてあそんだ罪は重いんだから。今度こそ行けます。皆さん頑張ってください。うん、よっしゃー。てかこれ、秋彦と、絶対に、あ、はい、絶対に許さないんだから。これ秋彦と満先輩じゃなくて、純平と満先輩。
みっちゃんの反応も見てみたいな。恋愛タイプの大型シャドウ、うん、あれが精神攻撃の元凶です。オッケー、じゃあとりあえずスクンだったらやってくる。デバフいいねー。で、ラクンダーをやってすごい成長してる。ちゃんとデバフをかけるようになってる達也が、ザ・ノーキンスタイルだった男が。でもテウルギア、あれ俺ミッチャのテウルギアって見たことないよね。よっしゃやろうぜ。敵を弱体化したりとかね、うん、強血特大ダメージいけい。かっこよ。お、お、滑ってる。お、すごいカーレン美しい熱いよ。はぁ、最高かよ。じゃあ攻撃力とかはいっか。トリックパンチいいぞ。あ、めっちゃダメージ入る。エンジェルアロー、ちょっと待って、強くない？132？ あ、ちょっとハートブレイカーやめて。俺のハートもブレイクする。ちょっとやめて。あーもう、今の攻撃魅了された状態で受けると危険です。アキヒコがお互いをフォローしながら戦ってください。あ、はい、真田先輩が。あ、そうだよね、だいぶ危ないよね。今調子いいかも。あ、そう？じゃあテールギア行っとく。よし、行け。もう、まあ、多分みっちゃんの時のターンで自返しの弾使おうかな、ヒッコリ。いや、かっこいいね。んで、あ、ユートリマスブラザーズユートリマスけどもブラザーズでいっか。じゃあアキブラザーズいけい。かわいいこれ、ほんとに。なんでやねん。あ、408ダメージ入るだ、結構。で、ここで、反抗行いっとくか。仕返しの玉と反抗行。これ言わないとね、使えないんですよ、このアイテム。みんなちゃんと言ってる？よし、あ、テウルギア使える？あれ、テウルギアってさ、これマックスじゃなくても使えるの、もしかして。あ、使えねえじゃん。こちら、ソニックパンチ。いいよ。まあ、マリンカリンうざい。あー、もう脳札。何この気持ち。ミカリを襲う。あー、もうまたビンタの次に。しかも動揺してる。やめろ、動揺隠せ。先輩たちにお前ら二人、なんかあったのかって思われるだろう。ハーハーするな。じゃあちょっと、こんな感じで倒しておきます。はぁ、1500回復したんだけど、こいつ。うっさ。このもやは、うわ、状態異常の付帯率上がったんだけど。気をつけてください、このもや催眠にかかりやすくするみたいです。え、すげえ普通に鬱陶しいな。しかもなんかさっきディアラマとかで 1500HP 回復されたんだけど、あれ、倒せる、これレベル足りてるかな。あー、もう終わりだよ。ちょっと待ってよ。しかもさ、まあ脳さ、まあ消せるけど、んー、これ全体でやってくるし、このモヤはだって引き続きでしょ。いや、ちょっとだるいな、こいつ倒すの。うん、よし、ちょっともうテールギア使おう。行こう。よし、かっこいい。キランメガネいいぞ。アギタイン、あ、ちょっと、ちょ、やめて、やめ。あれ、あれ、ちょっと待って、強くない、あいつ。死は不意に来る、狩人にあらず、元より誰もが知る。あ、なんか今作ボス普通に強えな。ちょっとなんとか倒してきます。うん、てかさ、なんかこれ強くね、鉄人アスリート飯。味方全体の攻撃力上げんでしょ。ちょ、行こう。
今まだ向こうがねラクンダで防御力下げてる状態なので、そうあのね一度食べさせて今2回目なんですけど、これで効果延長と。よっしゃ、どうする、もうあとちょいだしさ、これみっちゃんの攻撃力テウルギア次第ではこのターンで倒せるのでは。いけいけ、頑張れ頑張れ、よしいけ、よし美しい、あとちょいあとちょい、いやちょっと待ってちょっと待って、ここで焦ったらまた先ほどと同じ状態になるから、ごめんねごめんねゆかりち、一旦もう本当に鬼太郎が死んだら終わるから、よし OK、 セクシーダンス、あよし、あ外れろ、あうわ絶妙、あメディアナイスそれは向こうを、あやばい、あもう回復できるやつない、あれなんか初めてのボス戦の時もなんかこんな状態じゃなかった、すごい、あったあった、あっぷねあっぷね、でこれで心フレッシュして、よし OK でからの、やばチョコレート、うん秋彦で、秋彦がよしよしいいぞいけるぞ、で多分これで倒しきることはないから、ここでゆかりちを回復しとく、じゃないと倒した時の経験値が入らない、よっしゃよし次のターン、次のターンで倒す、もうアギダインとかもう、あオッケーオッケーオッケー、大丈夫大丈夫、あウィークあやばい、しかもマリンカリン、あもう無視ですごめん、もうここはかく、あしかあああちょ無視できない状態になったちょっと脳殺状態やっぱきついな、そうだよね、あ回復しときます、はいヤバチョコレート、はい、はい、起きて、よしよし、あテオルキャたまった、これで倒せんじゃないの、フィニッシュ、よっしゃはあ、思ったより苦労したな、まあでもほぼノーミスで一発で倒したし、まあ今のところ順調だな、まあボス戦で強くなったといってもね、やっぱ初見で一撃でこう倒せるようなレベルだしね、スキルがいっぱいで済ませるスキルを選んでください今日も皆さんの記憶をね改ざんしていきますと、よしガル忘れる、ガルーラ、あいいね、治癒ダメージだしね、はあみんな疲れ切ってる、上出来だ、トリッキーな敵だったが助かった、うん、あ、順平ありがとうございます、うん、順平どうしたの、竹葉もよくやった、さすが自ら手を挙げただけあるな、うん、なんか2回目で気づいたけど、ゆかりち最初なんか戦闘開始の時点で怒って手売りギアがマックスになってたもんねそう2回目の戦闘で気づいたわ、で、順平は？そしてやはり見事だ。あ、はい、ありがとう。よく惑わされず、立て直した、うん。うん。処刑の時は死ぬほど惑わされたけど。リーダーの貫禄が出てきたんじゃないか？うん。この調子で頼むぞ。順平どこ見てる？お。また一つ厳しい戦いをくぐり抜けた。仲間同士の信頼感が高まった気がする。大丈夫？一人だけその仲間が反対方向見てるけど。みんな気づいてる？ランクアップ4かな？ OK ぐしゃぐしゃ、音がね、物が落ちた時の音なら解散だな、うん、順平は？あ、誰も声をかけない、え、それいじめじゃない？ちょっとかわいそう、そうだゆかりちゃん、誰も触れてあげない、あの、この前頼まれたことだけど、あー、10年前の集団登校拒否だっけ、うまくいった、うん、わかった、後で聞かせて、うん、よし私たちも戻りましょう、うん、ほら順平何してんの、行くよ、あやっと触れてくれた、今日は風花も大活躍だし、2年生組存在感ありって感じだね、うん、まあ確かに順平は存在感なかったけど、
ますます株が上がってんな。うん、そうは思わないよ。本当か？ん？まあ、今更いいけど。いいね、ギスギスしてきたね。これぞペルソナ3よ。ちょっと何突っかかってんの？もしかして悔しいわけ？うっせえな。あ、行っちゃった。なんなの、もう。なんか今の順平の話の流れのせいかもしれないけど、左のポスターのお金がなくても大丈夫がお前がいなくても大丈夫に見えた。ポスターにまで順平煽られてんじゃんと思って。なんで青空金融ってなんか逃げそうじゃん。なんとか今月のシャドウを倒すことができた。順平に触れてやれ。増え続けていた影人間もこれで少しは減るだろう。とにかくいろいろあってひどく疲れてしまった。早めに休もう。いやー、よかったよかった、今回も無事倒せた。あーと、ストレガさんじゃなかったっけ。いたいた。想像よりも早い解決でしたね。うん、かわいい。大した見せ物です。あ、うるせえな。彼らはここしばらく毎月こういった活躍をしていますね。最近では頭数も増えているようですし、戦い方もなかなかユニーク。一番ユニークな格好してるやつが言うな。あの塔にも頻繁に出入りしているようですしね。どうでしょう、ジン、彼らは敵でしょうか。もうすぐ奴に会う頃合いやし、聞いてみたらええんとちゃいますか。あれ、これのこの奴ってなんだっけ。覚えてない。なるほど、それはいい。彼は今や私たちと同じ運命を背負う者。すぐにも会って話してみましょう。私たちにはあまり時間がないですからね。なんかすごいね、ちょっとシリアスなシーンだけど、そういえばペルソナ4であそこから誰か飛び降りたやついたなって思い出してちょっと面白かった。話し声が聞こえる。ねえねえ、もうすぐ夏休みだね、どっか遊びに行こうよ。わかる、行く行く、海も山も全部行きたい。つってもその前に期末テストだよ、火曜からだっけ。うわ、思い出しちゃった。でもさ、今回は試験休みもあるし、何より夏休みが待ってると思えば。来週から期末テストだ。すげえアホっぽく読んじゃった。予令が鳴った。よし、これで日常にまた戻ると。ちゃんと聞いてね。あ、はーい。来週の火曜から期末試験ね。こないだやったばっかりなのに面倒ね。あ、やだ、面倒っていうのは言葉のあやよ。日本語って難しいわね。じゃあ次、夏目漱石のリン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 塔か。これなんて読むんだっけ。あ、ロンドンか。あ、すいません、ありがとうございます。聞いてました、僕の声。ロンドンって読むの、なんとなく読めるでしょ。この時代外国語をこうして文章に書いたのよね。当て字だけど結構センス問われる翻訳よね。はいはい。じゃあここでしおみくん、はい、問題。じゃかじゃん。情熱の国スペインの首都マドリード、このマドリードを漢字で書くとある動物が入るんだけど、何か知ってる？フクロウ。いや、違った。ブブ、正解はうまいよ。馬特利で、これマドリーマドリーって読むの。ちなみにアメリカのニューヨークは、へえ、で書くとちょっと田舎っぽいけど、やっぱり憧れるな、ニューヨークへ行きたいかーってね。風呂でも入っとけよな。シーンとしないでよ。ジェネレーションギャップなんて認めないわよ。選んだ答えは間違いだった。失敗してしまった。放課後、今日の授業が終わったと。よし、じゃあ、はい、今こいつまた職員室行くの、どうせ忘れるだろうなと思ったそこのあなた、覚えてます。そう、
そういえばエリザベスに劇薬が欲しい。あ、そっかそっか、そんなこともあったな。保健室に入ると、あ、みっちゃんがいた。保健室に何か用かね。ヒヒヒ、くれよ劇薬。何？劇薬が欲しい？そんなものおいそれと渡せるわけないでしょう。薬事法ってものを知らんのかね。知らないな。ん？休館がいる？私の薬がどうしても必要。ふーむ、嘘をついていたらピザドサラがバーキッとなる呪いをかけますよ。なるだけだったらいいんじゃない、割れなければ。まあいいでしょう。薬事法、それじゃそんなことで渡すな。薬事法どうした？ほれ、ここでいつも出してる薬ね。劇薬と呼ぶかはあなた次第。劇薬以外の何者でもないだろこんなの。はいはい、じゃあそれ持って帰った帰った。感じ悪いな。うん、じゃなくて普通に飲みたいんよ。そうそうそう。あ、じゃあ図書室じゃない、入れ替わってた。そう、保健室保健室。うん、みっちゃんがいる。そうそう、オッケーオッケー、お疲れお疲れ。さあ勇気、勇気上がれ。さて、苦いよもぎに毒人参、ひよすり夏目にエトセトラ、エトセトラ2回言う。おろしてこねてうさぎの手、 大金城も各屋の厳選製法、立ちどころにあなたの体調を良くしてみせますよ。薬事法って知ってる？さあ飲みなさい。飲むんだ。こんな得体の知らないものを飲ませるな。俺も薬事法知らないけど、江戸川の差し出した薬から強烈な匂いが漂ってくる。思い切って飲んでみよう。うー、いきなめやな、男らしい。うん、よし、じゃあ勇気がこれで上がると。これ一つっておかしいよね。二つぐらいマジで上がってほしい。それじゃあ、はい、うん、行ってこい行ってこい、戻ってくんな。木星、木星からもう二度と戻ってくんな。ねえみっちゃん、みっちゃんもそう思わない？ちょっとデートしようよ。しおみか。うん、あ、はい、あ、はい。普通にで普通に勉強しろよって言われただけだったわ。どうしたわかるって。そうだよな、辛いよな、全然賃金は上がんないしさ、そのくせ手取りばっかり減ってくだろう。物価高はもうね、歯止めが効かないし、お先真っ暗だよな。誰が悪いんかね、国だよな。はい、すいません。ほら劇薬持ってきてやったぞ。うん、あ、それはいいんだよ。うん、劇薬持ってきたんだからさ。私からのお願いです。あ、成果のご報告。そっか、これも達成してた。お菓子の鍵、何作れんの？キングフロスト、やったー、無邪気な大王で劇薬、これこれ。なるほど、こちらが例の劇薬、早速試飲させていただきます。度胸あんな。これはその名に恥じぬ刺激的な喉越しですが、命までは奪わない絶妙な混合比。事件なら奪われたら。お見事でございます。保健室の主なるお方は大変優れた技巧の持ち主のようですね。あ、なんかもっとさ、うえーとかさ、ファイブの明智みたいなさ、リアクション取ってくれよ。胃の中がもうメギドラウンだみたいなさ。鉄パイプゲット。はい。なんでもないです。それでは、はいはい、すいません。じゃあ面白いし、グルメキングと話すか。こいつ面白いんだよな、ほんと。うん、過ごすと。ナイスグルフレン。前回は肉汁ランデブーだったよね。その次と来れば一択なんだな。肉汁じゃねえか、どっちでしょう。ラーメン、まあラーメン、うん、まあ、うん、肉入ってるしな。店内は相変わらず魚の匂いが立ち込めている。オードブルはこんなもんでいいでしょう。ラーメン屋のことをオードブルって言うんだ、初めて見た。ヘイマスター、お願い、いつもの。今日は2つ、1つはもちろん特特盛りで。そんなメニューないだろ。はよ、常連。店主に今まで食べていた器を下げられ、新しい器を置かれた。この刺激を知ったらもう戻れないよ、チミ。てか、なんか左の方にさ、ダイエットしてることは食べないでくださいって書いてるの面白いな。カロリーすごそうだもんな。料理がうまい、毎日食べます、大好きだから。あ、もう絶対自分で書いてる、あれ。口コミでもなんでもない、あれ。タンタンタンメン、イエス、タンが3連続。ははは、これこそ半額で丼を超える究極の裏メニュー。ははは、あっさ
り塩スープにこってり辛み肉味噌。この器は創造的破壊の概念の縮図で、うん、伸びちゃうよ、早く食べな。どう、うん、心の迷いが吹っ飛びそうな美味しさだ。食べたい。心に迷いがあるから食べたい。裏メニューのそのまた裏にある、ああそれって表ってこと？うん、いやまあいいや、考えるとお腹がすくもんね。ああマスター、さっき下げたやつ叩いてよ僕のまだ汁が残ってたでしょ。まあまあ、本当に美味しいラーメンって本当マジで汁まで全部飲みたくなるよね。わかるわかる。光栄に思ってくれよ、僕を含めてだね。この味を知ったのは地味で二人目だ。ちゃんとフーフーして食べるんだよ。スイミツの優しさを感じた。でもなんかねえ、まあ、まあネタバレってわけでもないけど、まあ弟いるじゃん。なんかこういったね、夫婦して食べるんだよみたいなところにちょっとお兄ちゃん味を感じるよね。末光と仲が深まった気がした。よっしゃー、ランクアップ、ランク3グルメキング。よかったね、チミ、僕と、あ、僕とお知り合いになれてさ。そのイントネーション大事。これがもし弟の方だったらこうはいかないんだ。グルメキングの弟はグルメキングではないから。チミチミ、僕は誰だい？ん？言ってよね、チミの声でさ。グルメキング。グルメキングでしょ。お、腕伸ばそう。今さら言うなよチミ。ちょろいだ。だろうがよ、僕の味付け卵、食いかけだけど食べとく。うん、普通に結構です。おしゃべりしてたら死ぬ。麺の歯ごたえとスープの旨味が死ぬ。うん、早く早く食べて食べて。マスター、さっき下げたやつ絶対に取っといてよ、残ってんだから死ぬ。いやでもマスターからしたら嬉しいよね、スープも全部飲み干してくれるってね。いいお客さんだよな。末光とラーメンを食べてから寮に戻った。あー面白かった、グルメキング最高だな。お、おかえり。私これからちょっと風花と話があるから上に行ってるね。うん、話って？うん、ちょっと気になってることあって。あの、さすがに作戦の直後だから疲れも溜まってると思うし、今日は体を休めた方がいいかもね。よし、じゃあ切りもいいし、今日はここまでにしとこうかな。いやーでもまあこれで4回倒したのかな。なんか全然歯ごたえがなかったよね。なんかもうちょっとさ、こう四苦八苦するようなボス戦に次は出会えるんでしょうか。必死に倒したくせに。ということで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価とコメントの方よろしくお願いいたします。それでは、バイバーイ。